ステージに上がるのがチアスキーが初めてかなと思って、このチアスキーの時でも板は全く普通の一緒の板で、これウィンディングウィールの開放地の強い、あとはこれに座ってチアスキー感があって、大谷小学校の担任の先生、5年生の時に担任の先生が、チアスキーの富山県のチアスキークラブの、ボランティアをしていて、そこに一緒に行ってみようよって誘われて、チアスキーを始めて、でチアスキーのみんなはこうスキーを楽しんで、で富山県の車椅子バスケットボールクラブのみんながチアスキークラブのメンバーだった。でバスケットボールを車椅子バスケを中心に日本代表を目指して、みんなと一緒に日本一のチームを目指して、頑張っています。チームとして何が一番大切だと思いますか？で、お互いにチームで声を出して頑張っていけたらと思いますけど、はい、そこで気づいたから嘘ついてるような感じがして、すごい申し訳ない。でも友達たちにいつも遊んでもらったり支えてもらって、まあ、そういう友達たちがやっぱいたから自分は障害を気にせず乗り越えられて、気にしてなかった、そんなに子供だし、子供だったし、そういう感じだと思う。はいはい、ちょっと待って、を通じて、はい、子供たちにどんなことを一番伝えたい、伝えたいかなーいうか、伝えたかった、ね、一番はやっぱり車いすバスケットボールを通して、スポーツを通してチームスポーツっていう一つの中で、あ、野球やってで、一人個人スポーツだったら一つ、一人なんですけど、みんながやっぱりいて助け合いながらプレーができたり、そういう、みんながいれば最後まで諦めなくっていうか、挫折した時にも助け合えるっていう、そういうのを本当は感じてもらいたくて、それもまた他に楽しさっていうのも、車椅子バスケのスポーツの楽しさをみんなにやって伝えたくて、この体験会をやっていて、で最終的にはその人のつながりをこう車椅子バスケを通していっぱいの人と出会ったりできるっていうところが、その僕が今感じている